2010年 SBK ミサのロジャーリー・ヘイデンは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、オーエンズボロ出身のオートバイレーサー。アマプロレーシングを中心に活躍している、トミー・ヘイデンと、2006年モートジッピー、世界チャンピオンのニッキー・ヘイデンの二人を兄に持つ。父アールは20年のダートトラックレースへの参戦経験を持ち、母ローズも女性クラスに5年参戦、姉のジェニー。 妹のキャサリンもアマチュアレースへの出場経験を持つというオートバイレーサー一家に育つ。ロジャーは5歳の時からオートバイに乗り始め、6歳からダートレースに出場を開始した。1997年には、その年最も活躍した若いアマチュアレーサーに贈られるアマホライゾンアワードのダートトラック部門賞を受賞した。ちなみに前年には兄ニッキーが同賞を受賞している。 その後は兄たちと同様にロードレースに転向し、2004年と2005年にはアマスーパースポーツクラスで長距のトミーが2連覇を果たした一方、ロジャーは2年連続でシリーズランキング2位に入った。そして2007年シーズンには同クラスで初のチャンピオンを獲得した。また同年、ラグナセカで開催されたロードレース世界選手権。 第11戦アメリカ GP に川崎レーシングチーム3代目の ZXRR を買ってワイルドカード枠でデビューを果たした。兄ニッキーがジョン・ホプキンスと絡んで点灯リタイヤとなる中、ロジャーはアメリカ人ライダー最上位となる10位で完走を果たした。2010年はスーパーバイク世界選手権に活動の場を打ちし、チームペデルチーニで プライベーター仕様の ZX-10R を狩ることになったが、他の川崎勢同様マシンのパフォーマンスの低さに苦しめられ、ポイント圏内でのフィニッシュはわずか4回でシリーズランキング19位に終わった。また同年のロードレース世界選手権第9戦アメリカ GP には負傷したランディドプニエの代役として LCR ホンダからモートジッピークラスに出場。 11位で完走を果たした。また、第11戦インディアナポリス GP には、元にクラスに森脇のシャシーを借りケビンシュワンツをチームマネージャーにワイルドカード枠で参戦。こちらは、ポイント圏外の17位に終わった。2011年シーズンは、アマスーパーバイクに戻り、マイケル・ジョーダンのチームで、鈴木 GSX-R1000 を借る。ありがとうございます。